はい、こんばんは。サディルーム斉藤です。今日は中3理科水圧と浮力の1回目です。で、前回まで0の1から0の4で水圧の実験、浮力の実験をしてきました。今日からは教科書内容に沿ってその水圧と浮力の説明をしていきたいと思います。で、まず0の1でした実験で、非常に簡単なペットボトルに穴を開けて、上の方、真ん中、下の方の穴からどのように水が噴き出すかの実験をしました。そうすると、上からは近いところまでしか飛ばないけど、下の穴は遠くまでと、このような実験結果が得られて、水圧は水面から深くなるほど大きくなるっていうことが分かりました。さあ、ここで今日のポイント1つ目、水圧です。はい、もう字の通り水中で働く圧力です。2年生の天気の授業では気圧、大気圧を学習しました。で、あれは空気の圧力、地球上にある大気が押す力、大気の圧力でした。で、それと同じように水中でも今度は水が周りにあるので、その水が押す力が水圧になります。そして単位は圧力なので、パスカル、ニュートン毎平方メートルになります。で、この圧力の計算問題、苦手な中学生多いですけれども、まあ、この圧力に関してまた2年生の授業のリンク貼っておきますので、ちょっと自信ない人は復習しておいてください。で、ちょっと2年生の復習で、空気の圧力、大気圧は海抜0メートル地点で1気圧 1013.15 ヘクトパスカルでした。で、ヘクトパスカル、これをパスカルに直すと101315パスカルになります。で、あまりにも大きな値になるので、パスカルじゃなくてその100倍の単位、ヘクトパスカルを使ってますけれども、水圧はもっともっと大きな値になります。ですから一般的にはもうパスカルで表さずに、今の1気圧を基準にして、例えば水深10メートルだったら水圧が1気圧かかる、で、もともとの気圧の1気圧もあるので、合計して2気圧の、まあ、圧力がそこではかかっている。水深30メートルだったら水圧が3気圧プラス気圧の1気圧がかかる。そういう形で、まあ、パスカルで表すよりも気圧を使って表すことが多いかなと思います。さあ、そして水圧の性質、特徴を2つ見ていきましょう。まず1つが、水圧はあらゆる向きから働きます。これは気圧と同じですよね。上からだけではなくて、下からも働くし、右からも左からも斜めからも働きます。はい、もう一つ、これは先ほどの実験で示したように、水面から深くなるほど水圧は大きくなります。で、これは気圧と同じで、気圧も山の上よりは地面の方が上にある空気が多いので、その上にある空気の重さがかかって気圧が大きくなります。で、水圧も同じで、上にある水の量が多いほど水圧が大きくなるので、深くなればなるほど水圧は大きくなります。で、少し難しくはなるんですけれども、次この2つについて分子レベルでちょっと説明をしてみたいなと思っています。では、今日の授業は以上です。